こんにちは、ヨッシーです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ね、ご紹介するのは、こちらのね、キャンプギアケースですね。こちらの方を紹介したいと思います。実は最近ね、ちょっとポチっちゃいました。こちらのギアケースは、YouTuber の福さんっていう方と、あと X プラスさんというね、ところで、共同開発して、作ったギアケースです。まあ、こちらにね、いろいろ調味料とかキャンプのね、道具なんかを入れておくケースで、まあ、ちょっといいなっていう、前から探してはいたんですけど、なかなかいいのがね、見つからなかったんで、こちらの方を購入しました。このギアケースに関しては、多くの方がね、YouTube にね、動画を上げているんですけれども、まあ、今回はね、私なりの、ギアを、入れてみたいと思います。ギアもね、含めてね、ご紹介していきますので、よろしくお願いします。まずね、こちらの方、こういう形状になっています。表とね、それと裏の方がこのようになっています。で、これに入ってくるのが、まあ、こういうね、ギアケース、中にどういうものを入れるかっていうので、参考までに書いてあるものも、一緒に付属でついてきました。これあるとね、すごく便利ですよね。こういったものが一緒に、同梱されてきました。はい、それではね、こちらの方にね、キャンプギアの方を入れていきたいと思います。まあ、あくまでもね、個人的な、ギアなんで、詰め方はいろいろ、まあ、これからも変わってくると思うんですけども、今の段階で、どういう風になってるか、ご覧いただきたいと思います。もうファスナーもね、すごく開けやすいですよね。で、上の段はこのようになっていて、自分はですね、まずは、こちら、ナイフですね、オピネルの、こちらをここに入れます。で、次に、これは、セリアで買ったのかな、確かオイルなんかをこうやって入れるやつですね。こちらをここに入れます。そして、スウィットのアルコールストーブですね。こちらの方を、こちらの方に入れます。あと、こちらの方が、外のね、ライターですね。こちらの方、これを、ここに入れると。そして、こちらの方には、よくね、焼肉なんかでやる、トングですね。こちらの方を入れます。まあ、ちょうどね、これも入るんですごく良かったなと。あとは自分でもね、よく使う包丁ですね。もう一本、これを、まあ、ここの中と。あとは、こちらですね、これはコーヒーのセットですね。こういうコンパクトになるんで、こちらの方のギアをこの中に入れます。あとはね、こちらの方、まあ、そんなには使わないんですよ。ワインなんかをね、開けるときに使います。まあ、こんな感じにね、自分は表面には詰めています。まあ、これからね、まだまだこういうふうに空きがあるんで、いくつか、まあ、いろいろね、使いながら考えていきたいと思います。そして、今度は、後ろっていうか下ですね。下の部分はこんなような形状に、なっています。で、ここに入れていくのが、調味料のね、ケースですね。こちらの方を入れていきます。まだ中身はね、全然入ってないんですけど、これは多分無印のやつだったかな。まあ、ちょっときついんですけど、こちらもね、なんとか入れることは可能です。
で、まあ無理やり入れればなんとか入るっていう感じかな。まあこんな感じでね、詰めることができます。まあ、ちょうどね、手前にも小さいフックがあるんで、まあ、こちらの方にこんな感じで、これは多分ワークマンで買ったのかな、まあ、こんな風にね入れて、まあ、これはね、箸なんですけども、まあ、こういう箸があるんで、まあ、こちらの方を、まあ、ここに引っ掛けます。そしてあとはこの折りたたみのねお玉ですね、こちらの方もここに入るんで入れます。こっち側の方なんですけども、まあこちらね、手袋ですね、こういったものをちょっと入れておきます。まあ、それとあと一応ね、パンダの箸置き、こちらの方も、入れておきます。まあ、大体ソロが多いんでね、まあ、これ1本入れとけばいいかなと。まあ、こんな感じに入れておいて、こちらはね、コンパクトになる、まあ、アルコールストーブのね、ごとくっていうんですかね、そちらになります。でこちらの方がここにちょうど袋があるんで、袋になってるんで、でここに入れると、まあ、大体こんな感じかな。まあ、そうすると、まあ、ちょっときついですけども、十分ね入る容量です。まあ、以上のものがね全部入るんですけれども、さっきお見せしたアルコールストーブのごとくなんですけれども、こちらがね、まあ、これ本当にねすごい、もうだいぶ前に買ったんですけれども、本当のお気に入りです。まあ、こちらね、アルコールストーブなんですけれども、どうだったっけ、こうかな、ちょっと反対か。まあ、こんな風にはめて、それで、今ね、これもしかすると売ってないと思うんですけども、もうこれは本当ねアルコールストーブを使うには本当にいいごとくなんで、まあ、こんなような形状になっていて、まあ、下にねこうやってアルコールストーブを入れれば、まあ、ここにね上になんかを乗せればちょうどごとくになると。これ本当コンパクトでいいですよね。まあ、こんなようなものを持っていて、普段はね、こういう風にコンパクトになってしまうので、これを、まあ、ちょうどアルコールストーブに、ね、入るんで一緒に入れておこうと思います。まあ、一箇所にねこうやって入れておけるんで、そういう点でもいいですよね。でちょうどこの裏の方もねボタン式になってと、あとマジックテープになっているんで、すごくしっかりしています。まあ、バックパックにねこれをぶら下げてもいいし、あとここに持ち手もあるんで、そういう点でも非常にいいなと。あと表の方にもねこういう風に網になってるんで、また何かをこうやって入れておくこともできます。いや本当これねすごくいいですよね。まあ、自分もこれを買って、いや前からねずっとギアケースは探していたんですけれども、なかなか気に入ったのがなくてですね、まあ、この色を選んだのはやっぱりバックパックなんかに入れちゃうと暗くなっちゃうんで、どこに何をしまったか分かんないから、まあ、自分はね、この色にしました。ちょっと明るめの色で、だから例えば本当に、まあ、デイキャンプとかねそういう時にも、まあ、このギア1個持っていけば十分ですし、またねチェアリングなんかでもしなんかね料理とかやる時なんかも、もうこのバッグをねポンとバックパックに入れて持っていけば、まあ、十分じゃないかなということもあって、まあ、以前からずっとね探していました。まあ、今までねキャンプの時は本当に、まあ、普通のねケースなんかに入れていたんで、まあ、こういう風にねワンセットになると非常に楽だなっていうのを、思っています。はい、いかがだったでしょうか。
こちらの方ね、いやー本当ね、思った以上に、便利で良かったなっていうふうに思っています。一応ね、その購入するところは概要欄に一応リンクを貼っておくんで、まあそちらから詳しくは確認してみてください。まあ本当ね、 YouTuber の福さんの、まあ、動画っていうんですかね、チャンネルっていうのは本当にキャンプギアとかね、そういうものを探してる時に、いろんなねレビューが上がってるんで、非常に参考になります。まあよかったらね、そちらの方も、まあ、概要欄の方にねリンクを貼っておくんで、キャンプ好きの方はぜひ見てみてください。まあ私もね、いつも、参考にさせてもらってます。まあこれはね、あくまでもまあ自分なりのね、ギアケースの使い方ということで、まあ今回は動画にしたんですけれども、もしね、参考になったよっていう方は、高評価ボタン、またね、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。いやー早くね、またキャンプに行きたいなっていうふうに、思っています。